すいません。あ、大丈夫ですよ、まだ。ありがとうございます。すいません。嬉しいです。ありがとうございます。最高の贅沢ですね。この辺りも、もう秋らしさが出てきましたね。ねえ、お庭みたい、庭園というか。忘れてきちゃったから。15分ぐらい遅れてきちゃったかな。お疲れ様です。なんとか着きました。はい、あのこれからあの大きい荷物なんか置いていっていいっていうふうにあの聞いたので、あ、なるほど。まあ、自分もあの行こうかなと思ってます。演算層に荷物を置かせていただいたので、これからこのつばくとだけ登ります。今ね、リュックをね、あの、変えたから今すんごい楽、両手が空いてます。両手が空く分ちょっと怖いけど、目指しているつばくろ岳はね、北アルプスの女王と呼ばれてるのよ。なんかね、本当に女王って感じしない？ほら、なんかスカート履いて、上もなんていうの？
盾みたいなのつけて、なんかもう女王って感じよね。面白いよね、つばくろだけって。大変だけど。ここが一番低いところかな。円山荘とつばくろだけのちょうど間あたりかな。まだまだ登っていくよ。この辺りの白い岩とか、この白い登山道はね、全部花崗岩って呼ばれてやって、